常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想が書いていただけると嬉しいです。今日はね、大阪でラジオ出演してですね、東京に戻ってまいりました。いやー、本当にね、駆け足で行ってきましたけど、ちょっとね、大変でしたね。はい。で、今日ね、あんまりちょっと話が、ラジオでね、大阪の MBS ラジオですけれども、話題に出なかったですね、敵基地攻撃能力についての話を、まあ、したいんですけど、敵基地攻撃能力って言い方ね、あんま良くないと思うんだよね。うん、安倍元総理もおっしゃってますけど、まあ、単に打撃力というふうに言ったらいいんじゃない？うん、敵基地をだって攻撃しないかもしれないし、ええ、基地じゃないかもよ、攻撃する場所。ええ、飛んでくる航空機を攻撃するかもしれないし、地対艦ミサイルでね、水上艦艇ね、攻撃する可能性もあるし、それから基地じゃなくて、弾薬庫とか、ね、そういったところを攻撃するかもしれないし、どこを攻撃するかわかんないですよ、の方が、私はまあいいと思うんですが、その敵基地攻撃能力ね、まあちょっとまあ、一応新聞でそう言ってるからそういうふうにわざと言いますけど、敵基地攻撃能力のことをですね、公明党の山口代表が聞かれてですね、決めつけやめてと言って、こう、ぶち切れたという記事がですね、我らが朝日新聞、ね、祝勝団でもおなじみのですね、こちらね、朝日新聞の、方に出ていたと、いうことです。これね、朝日新聞のマーク、あ、違った、これ祝勝団のマークでしたね。すいません。はい、出ていたということです。記事をね、読むとこう書いてあります。公明党の山口那津代表が7日の記者会見で、敵のミサイル基地などを直接叩く敵基地攻撃能力の保有に対する党の姿勢が軟化しているのではないかと記者から問われ、決めつけはやめなさいと色をなして反論する場面があった。党内に抵抗が強いテーマだけに神経を尖らせているそうだと、いるようだということです。で、まあ、山口さんといえばね、この記事にもあります通りですね、10月19日の日曜討論でね、この敵基地攻撃能力の保有について、ちょっと古めかしい議論だというようなですね、意味のわからん、コメントをしていたんですが、まあ、現実的にはね、向こうさんがやっぱり弾道ミサイル山ほど持ってね、日本を、まあ、威嚇してくるわけですから、もし撃ったらオタク大変なことになるよというね、まあ、力を持たないとですね、これ対抗がなかなかできないんですよね。まあ、これ力の論理というやつでね。私もね、世の中力の論理じゃなくて、もう話し合いで全部解決すればその方がいいと思ってるしさ、ね、お互いに武器も持たず、核兵器も持たず、ね、話し合いで仲良くできるなら、まあ、攻めてきても酒でも飲んで話し合えば、ね、向こうさんが侵略を諦めてくれるんだったらいいんですけど、まあ、なかなかね、そうはいかないんですよ。ね、実際にね、はっきり言ってチャイナですけど、チャイナの前線に立っている、まあ、兵士の皆さんね、もう今すでに戦争しますからね、知ってます？日本とチャイナとかアメリカとチャイナもすでに戦争してますよ。ハイブリッド戦争っていう戦争ね。はい、してるんですけれども、まあ、例えばですよ、まあ、いつも私がご紹介するですね、JAXA をはじめとした200のね、先端企業にハッキングを仕掛けた、チャイナのね、TIC というね、団体、まあ、明らかにこれ人民解放軍のサイバー部隊が、この背後にいるね、そういう、まあ、謎のですね、ハッカー集団、謎？まあ、チャイナですけどね、はい、チャイナの息のかかったハッカー集団が、まあ、日本攻撃してきた時とかもですね、まあ、その先兵となってね、レンタルサーバーを偽名で、踏み台用のね、レンタルサーバーを偽名で契約した中国人の留学生がいたんですけど、彼は、両親、親戚、ね、家族、まあ、全部、人質に取られて、お前やんなかったら分かってんだろうなって、脅されてたんですよ。わかります？要は、向こうだってね、戦争したくて来てんじゃないのよ。ね、そうやってこう、友達とか、まあ、家族とか、親戚、みんな、人質に取られて、で、ここでも、悪いことなんだけど、ね、日本を攻撃するの手伝うなんて悪いことなんだけど、でもやんないと自分がっていう感じで、そういうですね、まあ、ハッキングの手伝いね、まあ、非常にこの、不正行為、ね、なんですけど、まあ、これテロ行為ですけれども、そういうのを手助けをしてしまったと、いうことなんです。で、これ以前ね、私がまだ虎ノ門ニュース出てる頃、ウイグル人のね、ローズさんという方も日本にね、来て、長い方ですけど、お兄さんから突然電話がかかってきて、で、電話の途中で中国の公安のやつがバーンってね、変わってこんな、なんかちょっと恰幅のいいね、すんげえ態度でかいやつが、公安だけど、と。ね。お前ウイグル人のなんか日本の団体の会合出てんだろうと。な、それ出て、情報俺たちに流せ、みたいな。ね、そういう話するわけですよ。兄ちゃんどうなってもいいのか、みたいな。形でやらされちゃうのね。で、ローズさんはまあ、それ勇気持って断ったんですけど、ええー、と思って、そういうふうにこう、使われてる人々とかもいるわけですよね。はい。だから、酒飲んで話し合おうとか、そういう甘いもんじゃないんですよ。共産主義の軍隊って基本的にね、特戦隊っていうのがいましてですね、味方の方が怖いんです。ね、戦争怖くてですね、敵に突っ込まずに逃げてくるやつは、後ろから味方が撃ってくるのね。
この特戦隊っていうのはこれをまあ、ナチスドイツにもいたし、それからソ連にもいたし、それからまあ、毛沢東のね、この、まあ、人民解放軍にもいたと。まあ、朝鮮戦争の時ね、本当にもう、なんかほとんどもう武装してないような兵隊がまあ、ね、ヒューマンウェーブで突撃してきてね、もう地雷に歩いて突破みたいなことまあ、散々やらされるんですけど、なんでそんなね、無茶苦茶なことやるかっていうと、下がったらもっとひどい目に遭うので、前に出てくるしかないみたいな。これが戦争の現実なんですよね。はい。だからそんな無茶苦茶なことやってくる人たちですから、話し合いとか酒飲んだりとかして問題解決するかというとしないんですよ。来てる連中もね、そんな俺らの事情なんかどうでもいいですから。で、それを聞いて戻ったらもっとひどい目に遭うっていう人たちですから。もうこれはですね、止めるには、やっぱりね、打撃力を使うしかない。まあその打撃力って何かというと、日本をもし攻撃したら、それと同等、あるいはそれ以上のダメージを食らうかもしれないから、本当に最初の一発目撃つこと、ね、お前らよく考えろよと。本当に言ったら俺たちも打ち返すからなっていうものを見せないとですね、相手に、まあ、隙を与えてしまうんですよね。反撃できないことが完全に分かったらですね、まあ、そういう、まあ、いろんな人をね、脅して、ね、もうお前帰ってきたら分かってんだろうな、みたいな感じで送ってくる国ですから。はい。なので、いわゆるそういう特戦隊とかね、それからま、今その、特戦隊に近いようなことを、まあ、公安警察みたいなのがね、チャイナの、家族を人質に取ったりとか、いろんなことやってやるわけですよね。今だってほら、ね、テニスの彭帥選手、拉致してるわけでしょ？自由に喋れない状態に置いてるわけでしょ？まあ、ほぼ軟禁状態ですよね。はい。で、批判されるので、まあ、たまにバッハさんと話したりとかしてるけど、2回目の会話の時にはなんか画像出なかったみたいですよね。2回目。話したってことだけは言ったけれども、話してるところのこう画像が出なかったと、いうことなんで、こら、ちょっと怪しいなと。で、そういうことやる国ですから、我々同士がね、飲み屋で喧嘩してるのとはわけ違うんだっていうことをまずね、理解してください。で、そういうですね、本当に何するかわかんないやつを止めるには、もう相手自身も本当に苦しむよと。お前本当にな、ミスカリキュレーションしたら大変なことになるかなと。計算間違いすんなよと。そこで計算間違いしたら、我々もひどい目に遭わすからな、君らのことっていうことをしっかりと示しておかないとですね、逆に平和が訪れないんですね。本当にね、だからね、中国という国がね、民主主義、ね。それから、まあ、その人権。こういうものにですね、しっかりと目覚めてね、一党独裁をやめて、ね。普通の国になって、で、軍事費よりもね、福祉にお金使いましょうとかね、もうこれから少子高齢化進むんだからさ、ね。そういうのやりましょうとか、環境汚染ひどいな、あの国。ね。環境対策しっかりやりましょうとかね、軍事費もやめて、ね。銃を、ね、その、環境をね、きれいにするプラントにね、持ち替えて、世の中のためね、地球のために頑張りますみたいなやってくれればいいんですけど、習近平そんなこと全然やらないでしょ？この間の歴史決議とか読みました？ね、中華民族の偉大なる復興とかさ、ね、それから、ね、日本が普通にね、当たり前のこと、例えば台湾有事は日本有事だと当たり前だよ、そんなこと。言ったらさ、もう、キーって戦狼来るでしょ？だそういう国ですから、ね、戦狼キーっていう来る国にはですね、やっぱりね、言葉だけでは伝わらない部分もある。しっかりとこちらの意図を伝えること。ね。やったらこっちはやり返すし、やり返すときはお前らほんと半端ないダメージあるからなと。王朝倒れるぐらい覚悟しろよってことを見せないと、本当にやってくるんですよ。はい。で、実際にその力がなかったところが香港です。香港にはチャイナを倒す力がなかった、残念ながらね。はい。なかったので、ないとなったらああいう形でもうボッコボコにされてですね。もう香港民主化勢力がひどい目に遭ってるでしょ。ね。香港の民主主義なんてもう消えちゃったでしょ。でしょ？コモンロー消えたでしょ？ね。まあこういうことが起こってしまうと。チベットもそうですよね。はい。そして、南モンゴル。モンゴル人民共和国と二つに分かれたモンゴルのうち、南側ね、まあ内モンゴルと呼ばれているところですけど、ここでも今モンゴル語が奪われようとしていると、いうことでですね、非常に恐ろしいことが起こると思いますので、まあ山口さん別に色をなして反論しなくてもいいですよ。ね。いいんですよ。その、まあ敵基地攻撃能力、まあ打撃力ですよね。やられたらやり返しますよって力を見せること自体は全然問題ないですし。今日本はね、しっかりとシビリアンコントロールもできてるし、国際秩序の中にね、この日本のプロフェッショナルミリタリーである、自衛隊ね、組み込まれておりますので、まあこれをね、敵基地攻撃能力と真珠湾攻撃をね、単純比較して、敵を攻撃するっていうのは真珠湾攻撃だと違うんです。全然違うじゃん。あの時は日本が単独で世界を全部敵に回して戦おうと思ってるでしょ？今、チャイナが単独で戦おうとしてるところを日本の周りでみんな同盟組んで、ね、そういう不法なことやっちゃダメだよと、国際秩序守ってよってことを言ってんだから、こっち側にいるんだから、今ね、日露戦争の方のパターンなんですよ。勝ちパターンの方ね、どっちかっていうとね。はい。なので、そこで、ね、死の子の言ってると、何お前、こっちの味方なのみたいになるからさ、それはまずいでしょ？国際政治ってそんなもんなんで。やっぱね、ここはね、ショーザフラッグでいいと思いますので、山口さん別にそんな景色版で言わなくてもいいですよ。冷静に言ってください。ね、こういうもう現実なんですってことを、しっかりとですね、支持者の方にもご説明いただければと思います。コメントを支持してる人だってバカじゃないですから、
ゃんと話せばわかると思うんで、ぜひですね、今なら同じ日本人同士ですからね、話せばわかると思いますね。ぜひね、話してほしいなというふうに思いました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。